コメントわかんない。あ、コメント見れる。おお、見れてんのかしら。皆さんこんばんは、山ちゃんです。わあ、すごい、いっぱい来てくれてる、嬉しい。あ、ちょっと髪の毛がボサボサ、ちょっと今日は櫛を忘れたので髪の毛がボサボサです、申し訳ございません。うわ、 2.7 万人だって。うわ、2.8万人。え、どうしよう。え、私そんな面白いこと、うわ、3万人だった、どうしよう。え、だってそんな面白いこと話せないんですけど、大丈夫ですか。わ、 3.1 万人になった、どうしよう。え、ごめんなさい、私あんまりそんな面白トークとかできないんですけど、ちょっと1時間ぐらいなので10時までには絶対に終わらせるので、もしお付き合いいただけたら嬉しい限りでございます。皆さん、はい、今日はですね、何の日か知ってますか。これコメントだけにしたいな。ですね、今日は7月26日、そう、私の誕生日です。おめでとう、ありがとう、ありがとう。はい、誕生日17歳になりました、ありがとうございます。17歳も頑張りたいと思います。24歳です。え、これってさ、コメントだけにさ、するのってどうやったらいいのかな。皆さん知ってます？なんかさ、フォロー、あ、すごい、今何、メッセージアプリ、自分から今メッセージ来た。今バリバリインスタライブやってんのに、今自分からメッセージLINE、 何メッセージトークみたいな。あ、やばい、また写真届いちゃったよ。私時差あるのバレんじゃんこれごめんなさい皆さん。これコメントどうやって読むんでしたっけ。私さ、毎回さ、本当にもうどうしたらいいのよこれ、本当にごめんなさいね、本当機械音痴で。これさ、何、あ、参加リクエスト、やばい、これは違うね。質問、お、これね、お、ありがとう、みんなコメント見れます、やっほー、嬉しい嬉しい。はい、ということで、まあ、特に別に何をやろうとか考えてないんですけど、まあ、誕生日にやっぱり生身の私を皆さんに見ていただきたくやらせてもらいました、インスタライブ。皆さん待っててくれたかな。俺のコメントを見ろ、だって見てるよ、見てるよ。んー、すごいいっぱいフォローしてくれてる、嬉しい。私のことをフォローしてくれてありがとうね。元気でいてください、ずっと元気、本当にあり余ってます、元気が。忙しい中ありがとう、だって。今日はですね、私は朝からキャンキャンの撮影をしました。キャンキャンの撮影をして、で、またあるお仕事の打ち合わせをして、で、そっからマネージャーさんとカフェでアイスコーヒーを飲ん で、 でそこでブログを書きました。ブログ書いたので皆さんよかったら見てください。ブログ書いて、で、その後焼肉行きました。焼肉、え、え、言っちゃいけないの。焼肉言ったこと言っていい。え、何がダメなんですか。駅何。そうだ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 、そういうことね。そう、駅に、乃木坂駅に行きました。その後乃木坂駅にファンの方が今私のお誕生日おめでとうっていうポスターを出してくださってて、それと写真を撮りに行きました。
なんか一応ちょっと、まあ、軽く変装みたいな、なんかちょっと帽子キャップかぶって、まあ、マスクはしなくていいかなみたいな、でも一応マスク持っとこうみたいな感じで行ったけどバレなかったです。本当にマジで街中でバレない、本当にオーラないんだと思います。そうそうそう、それで焼肉食べて、でさっきは今野さんに会いました。今野さんとのお話タイムをしてたんですけど、これ今野さんからの誕生日プレゼント。今野さんからの誕生日プレゼントをこのジーパンにつける、私可愛くない？おしゃれ。これあれです、あのパリのねオリンピックのマスコットキャラクター、名前なんて言うんでしたっけ、これならこれなんだよ、なんて言うんだっけ、これなんて言うんでしたっけ、これどうやったら家行けますか、来ないでください、なんでしたっけこの名前、フリージュ、あフリージュくん、フリージュくんね、フリージュくんもらいました。下着みたいだって見せるわけないだろう。はい、想像してください、結婚してください。そうですね、そういう未来もあるかもしれないからね、婚姻届半分だけ書いといてください。靴下見せて、今日はなんとでるん履いておりません。私としたことが今日はサンダルスタイルで、白 T デニムなんだっけ、フリーなんとかくんに裸足スタイルでやらせてもらってます。そうね、これはこの T シャツは可愛くないですか、これゴーヤボーイズ、これ何なんだろうね、見てこれ何なんだろうね、ゴーヤボーイズ、おー沖縄で買いました。最近めっちゃ T シャツ集めハマってて、とりあえず T シャツいっぱい買っちゃうんですよ。で沖縄の売店で売ってたんで買っちゃいました。そう、 T シャツ沖縄で買ったんですか、沖縄で買ったんですよ。告白失敗しました、慰めて、伸ばし棒ついてる時点で多分そんなに落ち込んでないなこの人。沖縄アリーナ1日目、ピンク頭で参戦したよ、ファンサもありがとう、ああいたねいたね、ありがとう、こちらこそ楽しかったです。一番左のゴーヤ僕です。どっちから見て、私から見て、こっちかな、これこれ君なの、これ君なの。お、今日乃木坂カフェ行ったんです、おめでとうございます。そう、今ツアー中なので乃木坂カフェっていうのをやってるんですけど、前期中期後期に分かれてて、私はまだメニュー多分発表世にされてないと思うんですけど、多分結構爆発力あるメニューだと思うので、私のあの部分が食べれちゃう、私のあの部分、皆さんとくとご賞味ください。うん、僕も潰されたいですだって。いきますよ、えい、やっぱ指紋見えてないかな、大丈夫かな、夜ご飯焼肉食べました、あの石焼きビビンバが美味しかった、石焼きビビンバ、あとタンね、タンね、痛いだって、潰されたそこのあなた頑張ってください。拾うコメント癖だらけってさ、いやみんなもさ、コメントがさ、すごいいろんなのいっぱいあるんだもん。ピーマン体操踊ってください、
あ、そう、 TikTok 出したんです、ピーマン体操。そう、ピーマン体操、どんなだっけ、ピーマン体操始まるよ。ピーマン食べたらスーパーマン、ピーマン大好き、みんなも踊ればピーターパン、ピーマン大好きって感じのやつを出したので、皆さん TikTok を開いて乃木坂公式チャンネルをフォローし、そして私のピーマン体操とサインは B を、え、斉藤飛鳥からメッセージが届いていますやばい、飛鳥さんからアプリのメッセージ届いたあの TikTok を見ていいね、いや、めっちゃアスカさんメッセージ送ってくる、めっちゃ、え、なんで言っちゃダメなの、言っちゃダメなの、これって、そう、ハートハートをいっぱい押してね、あ、一人一回しか押せないのかな、ね、んー、チャック開いてるよ、え、開いてないし、ほら開いてないし、そういうのやめな、開いてないんだからね、神宮まで仕事頑張るから応援して、神宮まで仕事頑張って、神宮終わったら頑張らなくていいよ推しの子の2期が楽しみすぎる、ほんとそれね、もうめちゃくちゃ推しの子激ハマりして、ここまでハマると思ってなかったんですけど、まあ、最初やっぱ1話だけ90分で長いじゃないですか、でやっぱ流行ってるから見てみようっていう気持ちで見始めたら、もうめちゃくちゃ共感できる部分いっぱいあって、で私が好きな部分はまだ見てないよっていう方も多いと思うので、あんまり、ね、ネタバレはしたくないけど、まあ、黒川赤根ちゃんっていうね子がねいるんですけど、その子が結構フューチャーされる部分が本当泣いちゃうぐらい好きで、うん、よかったですね。あと新生 B 小町もすごい応援したくなって、あのねセンターにいるね、あのやばい名前と忘れしちゃった、あの重曹ちゃん、ピーマン体操重曹ちゃんがですね、自己肯定感が絶妙に低いんですよ。自信ありげなキャラだけど自己肯定感の低さがなんかちょっとこうやっぱりすごくわかる、うん、わかる、アクアかっこいいよねあの場面の、夏は好きなの、好きだよ、だって私の誕生日があるもんあ、そう、有馬かなちゃん、有馬かなちゃん可愛いですよね。そう、なんかそのドラマの主演をさやってさ、なんかやっぱりそのいろいろグダグダだけどでも主演だから頑張んなきゃいけないみたいなさ、すっごいしみる、刺さる。山下さんの乃木坂の推しは誰ですか。わー、いっぱいいるよ、いっぱいいるな、うーん、選べない、いっぱいみんな大好きだけど、最近やっぱハマってるのは一ノ瀬美空ですね。あの子変なんですよ、一ノ瀬美空本当に変で、なんか昨日急にスカートめくり始めて自分でなんかすごいんですよみたいな、だから私は一ノ瀬美空のスカートをこうやって覗いたそんな感じの楽しみ方をしております。お、カッキーとのジャケ写最高、そうあれすごいよね、あの新曲33枚目、お一人様天国のジャケ写が本日公開されたんですけど、すごい結構可愛い感じで、あのプールサイドのなんかデザインみたいな感じで、私はタイプ B かな、タイプ B でカッキーと2人でジャケ写撮らせてもらったんですけど、なんか
ね、いい感じで、しかもいろいろいろんなパターン撮ったの。いろんなパターン撮って腕組んだりとか2人で同じポーズしたりとかしたら、なんか一番なんて言うんだろう、言い方あれかもしれないけど、なんか邪道なやつが使われた。あれすごくない？なんかさ、上で私が寝ててさ、カッキーが下でさ、なんか足こうやってなんか絶妙な表情で見てるみたいなでもなんかカッキーと2人でジャケ写飾れることなんてないので永久保存版です。僕も手つないでいいですか？だって僕もって、え、私今誰かと手つないでたかなまあつなぎましょう。はい、ね、夏っぽいジャケ写で可愛かった。可愛いですよね、あれ。私もとってもお気に入り。明日誕生日おめでとう。27日1日違いですね。お一人様って天国か？いつもお一人様だからつまらん一人だって楽しいじゃん。私は一人っ子だからお一人様大好きですよ。まあ、でも最初レモン音源来て全然違う歌詞だったんですよ。なんか結構夏のなんかパリピソングみたいな、なんか EDM ガンガンみたいな感じの曲が来て、でもそっち系のなんかこういうなんかノリの曲が来るかなって思ったら、お一人様天国みたいな、え、秋元先生何ソロ活ハマってんのみたいななんかありましたみたいなめっちゃびっくりして、あのレコーディングの前日の夜に来たんですよ。でなんか2サビの歌詞えみたいな、みんな固まってたと思う、おのおのの家ででもめっちゃ面白い歌詞だと思うし、やっぱ今の時代もちろん友達も大事だし家族も大事だし人との関わりめちゃくちゃ重要だけど、なんだかんだやっぱ人は人、自分は自分、一人でも楽しく生きていけると思うんですよ。うん、私も一人焼肉とか全然あの一人でどこでも行けちゃうタイプなので、そういうの恥ずかしがらずに全部をさらけ出して一人でも楽しもうぜみたいなことをやすし先生は言いたいんじゃないかな。全然違ったらごめんなさい秋元さんぶっ壊れたか休ませてあげてうーん、12月28日誕生日です、祝ってください。先だな、おめでとう、先だな。うーん、僕も3月誕生日です、来年だな、おめでとううーん、あ、メイク紹介またやってください。え、全然やるやる、いっぱいやりたいです。私ほんと意外とコスメめちゃくちゃ大好きで、最近コスメの家でコスメの何整理してたんですけど、ほんとにめちゃくちゃ多くて持ってるものが、もうリップだけで30本以上あるし、そのベースメイクとかアイシャドウとかいろいろ含めたら多分100個以上持ってるから、いろいろ紹介したいです。お一人様天国の略し方教えて。うわ、これ何なんだろうね、考えましょうみんなで。お一人様天国のお飛天、お人と、あ、鳥天じゃない？お一人様天国、鳥天だ。え、鳥天って、鳥天ってさ呼んでる人いるかな、めっちゃ鳥天じゃない？え、鳥天って呼んでます、呼んでる人はいる？私発信みたいにしたかったのに、まあいいや今日の晩ご飯決めてください。なんだろう、フォアグラ、横顔見せて、いかがだったでしょうか、私の横顔。
チキバンチキバンチキチキバンチキバンバンバン何何どうしたの。さつきちゃんをキャプテンにしてほしい急に急にいや、わかるよ。めっちゃさつきちゃんさ、めっちゃ5期生の中でまとめ役だしさ、すっごいしっかりしててめちゃくちゃいい子だし、ダンスもうまいしさ、キャプテン向いてると思うけど、私に言うもうちょっとね、なんか、うん、後々ね、なるかもしれない。サマテン、テン、お一人、7月30日が誕生日です。おめでとう、おめでとう、ありがとう。なめとんかフォアグラってきた。こっちのセリフエクボ見してだって。はい、他のアプリでレンカとリリアが17歳おめでとうっていじってた。だっていいよな、若いやつらは。でもそんな2人ももう二十歳だからな、もうそんなこと言ってらんないよ。すぐね大人になんかなっちゃうだからね。ね、神宮5日目行きます。�幻の5日目4日間しかないのに、多分解体作業中。あ、解体業者の方かな。パヤゲ見せて。アホゲって言うんじゃないの。パヤゲって言う人初めて見たんですけど。どうぞ、本日のパヤゲこちらになります。美容系 YouTuber 風パヤゲ、いかがでしょうか。ラックスの、あの、なんて言うんですか、トリートメントを日々使っておりますので、早毛もいい感じになっております。なんでそんなに可愛いんですか。それはあなたの感性がとっても正常だからです。嘘、ごめんなさいね、絶対ここだけ切り取られたら炎上する。もうやだ、ごめんなさい、そんなことない。もうみんな女の子はみんな可愛いよ。女の子だけじゃない、人類みんな可愛い。ファンで何使ってんの。あ、ファンデは最近はサンローランの使ってます。クッションファンデがあってめちゃくちゃね、使いやすい、肌なじみもいいし。お、すごい、初めてまともな質問に答えた感。もしや結婚指輪か。わら、笑ってんじゃないよ、結婚指輪じゃないよ、こちらの指輪。こちらはいくらだったかな、800円ぐらいだった気がする。私北海道で2種類銀色のイヤリングと金色のイヤリング持ってったんですけど、どっちも片方ずつなくしました。だから今ほら、こっちは金持ってて、こっち何もつけてない。もうすぐイヤリングとかなくしちゃうから、安いのしか買わないって決めてます。ん、愛犬に山下美月を布教してます。どうやって、なんかなんだろうね、骨とかにさ、私の顔とかプリントしてんのかな。水木ちゃんは何かこぼしましたか。え、何それって、なんかもっと何、人生的な深い意味でのこと、なんかと、なんかこぼしちゃっ、え、物理的に、え、こぼしてないっす。ネイルかわいい、見て爪かわいい爪。今日キャンキャン終わりだったので、なんだろう、茶色かな、ちょっとチョコレートっぽい色です。いいです。関節黒くないね。なんで恥ずかしい、関節見せらんないじゃん、そんなこと言われた。関節黒くないです、そんな大丈夫です。はい、脇毛。
怒られる怒られる。じゃだって私のことわきげって呼んでくる人がいいんだもん。嘘でしょ。どの辺が？ここかな。ここかな。どこかな。こんなに可愛いのなぜなぜ。なぜなぜって流行ってるんですよね。私本当についてきなすぎて。なぜなぜ。わ、人生初のライブが先日の乃木坂の沖縄ライブでした。幸せ者です。ありがとうございました。また来てください。ありがとうございます。嬉しい。はい、さーい。なんくるないさー。嬉しい。また行きます。明日オフ。え、友達。オフじゃないです。全然全然オフじゃないです。私はメンズノンノです。何？え、紙なの？え、素材が、あなたの物質が紙ってことですかね？どういうことだろう。歯は本物ですか？え、で、お菓子とか？え、お菓子とかだと思われてます？全然舐めても溶けないし、多分本物だと思うんですけど。手のひらの汗。そんな書いてない。やばいし、もう見られたくない。そんな書いてですね。私本当に汗って汗とか書かないタイプです。難しいね。タコさんウインナーの髪型みたいで綺麗。褒めてんのかな。それはタコさんどの辺かな。こういうこと、こういうこと。2本足だなそれ。タコさんウィンナーどういうことかな。久しぶり。覚えてる？俺やけど俺詐欺かな。なんか小学生みたい。わら、いい意味で。絶対いい意味でじゃない。オタクいじり、わらわら。いやいや、いじられてんのよ、いじられてんのよ。え、カツラですか。カツラじゃないし、引っ張って引っ張って。これ全然健康な育毛です。ちょっとあのラックスやらせていただいてるので全然。鼻は本物ですか。いきますよ。え、どういうこと。鼻は本物ですかって何。本物やろ、つき鼻じゃないやろ。いい指紋だね。急にサイコパスコメント怖い。7月生まれは手汗かかない。そんなことない。本読めますか。読んでます。結構読んでます。結構読んでますね。群馬来てください。行きたい。群馬ちゃんみたいなの可愛いですよね。群馬ちゃん。後ろのゴーヤ可愛い。前じゃない。後ろの子前じゃない。そう、ゴーヤかわいい。ゴーヤネッカは。車高、車高、車高の共感が恐ろしすぎて顎関節症になっちゃった。大丈夫。ちょっと休んでください。それは。お、今日のリップは、そう、今日私リップ今も横に持ってるけど、私マジリップいっぱい持ってるんですよね。今日はこちらのリリーミューさんを使わせてもらってます。リリーミュー、ミューテッドシアーティント01。リリーミューいっぱい持ってんだよな。すごい、全部出ちゃった、全部出ちゃった。ほら、いっぱい持ってる。これこんぐらいかな。おすすめ、おすすめです。私のいつも持ってるリップ紹介。あとはシャネルのこれちょっとマットっぽい感じのやつとか、あとやっぱロンマンドはこれは絶対にマストで、もうね数年使ってます。はい。とかこのシャネルのこれも可愛いんですね。こんな色。これはルージュアリュールベルベット51。
本当に他にもいっぱいあります。いっぱいありますね。めちゃくちゃここだけで15個ぐらいあります。おいサウナ今から整えよ。急な上からこうどうした？どうしたどうした？タイミング合わんくていつも終わってからしか気づけなかったけど初めてライブ見れて嬉しい。私も嬉しい。あなたに会えて嬉しい。ありがとう。うん？今日僕誕生日じゃないので祝ってほしいです。おめでとう。あなたが生まれてきてくれて生きてくれてるから私がいる。本当にあなたと出会えたことに感謝。奇跡ありがとう。ハッピーラッキーハピネスあんたらかんたらんーカッキーと一緒にコスメ買いに行くのついて行ってあげてください。行きたい行きたい。全然てか私が持ってるやつも全然あげたいし本当にねあげたいです。ストーリーに上がってた短いマスカラどこのですか？あれは RMK さんのですね。 RMK さんもリップほんと可愛いんだよね。私は今日はこれも使いました。これはねザ・マットリップカラー05番、はい、可愛いですね。カバンの中は整理してますか？結構綺麗な方だと思う。荷物多いけどめっちゃ綺麗。ポーチに分ける派です。いろいろ。リリアちゃんと天ぷら食べ行ったことありますか？めちゃくちゃピンポイントに攻めるやん。天ぷらはないかも。リリはね意外とね脂っこいのダメなんですよ。焼肉とか行ってもカルビとかあんま食べれない人。タンが好きです、あの子は。今日仕事これで終わり？あなたと過ごすっていう仕事がある。やばい仕事って言っちゃった。全然決まってない。全部適当だね。だってそう、人生適当ぐらいがちょうどいいんだよ。もちろんさやっぱちゃんと決めるとこは決める、やることはやる、仕事もする。でも全部完璧にやってたら行き詰まっちゃうでしょ。だから半分半分はダメだな。2割ぐらいは適当がいい。おすすめのストレス解消法を教えてください。なんか例えばムカつくことがあった時とか嫌なこと言われた時に頭の中でこうだからもう例えばこのさタコに対してすごい嫌なことがさあったとするじゃん。そしたらさもうってやる。はい。明日テストだから応援して頑張って。君ならできるよ。やればできる子。120点取ってね。顔赤いですね。そうなの。あなたのこと見てると赤くなっちゃう。山下の座右の銘は何？なんだろう。私あんまりそういうの決めないんですよね。なんかさあんまり縛られると本当にこうなっちゃいがち。そこしか見えない。もうそれやらないと気が済まないみたいな。本当に髪の毛ボサボサでごめんなさいねってなるけど、まあ、人は人、自分は自分です。どうやったら彼氏になれますか？まずとりあえず出会う、 LINE 交換する、いろいろアプローチする、ご飯行くで多分 2,3 回目ぐらいに告白したらいいんじゃないですか。わかんないけど。
愛い、どこで買ったですか教えてください。あ、このタコはあのね道頓堀で買いました。大阪のかぶっちゃおうかな、山下湖。なんかそう結構去年朝ドラの撮影の時に買ったんですけど、なんか今すごい売ってるらしい、あの道頓堀にいっぱい。なんか結構皆さん買ってくださってる方も多くて、え、顔めっちゃ暗くなるやん。このさこの手はさちょっとなんかもうゴーヤもあってタコもあって、なんだっけこれ、なんかパリのやつもあって大変だわ。またオールナイトニッポンに出てほしいです。こぼした最高。うわ出たい、めっちゃ出たい。私ラジオあんま最近全然出てなくて、めっちゃ出たい。どこで出会えますか。まあ、東京都内だね。就活落ちまくってつらい、つらい。それは頑張って、あなたが悪いわけじゃない決して。やっぱね、いろんな適材適所とかあって落ち込むこともいっぱいあるけど、でもあなたはあなたらしく頑張ってください。タコの名前正代にしよう。めちゃくちゃ指針進めるやん。絶対にしません。昔とある飲食店で山ちゃんが背後の席にいたことがあるよ。どこどこどこ教えて。ちょっと怖い、ちょっと恥ずかしい。絶対変な話してたじゃん。ちょっと顔が暗くなるので撮りました。飾っておこうかな。ここ飾っておいてね。僕との初デートどこに行きたいですか。どこがいいかな。なんかどこがいいかな。古墳とか見に行きたいんですよね私。そう連れてってください。ずっとハチ公の前にいよ。私のこと待ってるってこと。ハチ公前、あんま個人情報言いたくないですけど、あんまハチ公前はいないと思う。明日ドライブ行こう。いいよ。髪の毛ボサボサ。本当だよね、ごめんね。そうキャンキャンの撮影で今日もいっぱい髪の毛をチェンジして巻いたりとかしたからもうボサボサなんですよ。いつ家に行けますか。今日はちょっと親が家にいるから、まあいつがいいかな。明後日ぐらいだったらいいよ。きなきな、パン作ってあげる。汗と鼻水どっちが好き？迷う。汗と鼻水。涙かな。ケーキ食べましたか？食べました。なんかインスタにも載せたんですけど、今日キャンキャンの撮影でお祝いしてもらってケーキもいただきまして、とっても美味しかった。しかもなんかめっちゃおしゃれで、なんかね、中条あやみさんがおすすめしてくださったケーキ屋さんのをキャンキャンのスタッフさんが買ってきてくださったらしくて、めちゃくちゃ可愛かったのでインスタ見てください。あ、これインスタライブか。じゃあ見てるのか。パンは生地から作る派ですか。小麦から作る派です。耕す派です。おいどもは水木のことが好きばってん。
なんか目薬とかしていますか？今日はしてないですが、よくしますね。何パンが好き？何パンだろうな。あんドーナツかも。あんこ好きで、あとミルクフランスも大好き。大喜利強いですね。いや、下覚えないけど。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。そう、これお誕生日配信なのよ。もう別れよう。だってそんなこと言わないでよ。ごめん、私の何が悪かったの？直すから、ごめんね。私がなんかやっぱ他の人となんか喋りすぎちゃってたからサンドイッチは何が好きですか？迷う。なんだろう、サンドイッチか。まあ、卵も好きだし、でもハムチーズとかも好き。やっぱママが作るサンドイッチが一番好きかな。メンバーで一番最初に誕生日祝ってくれたの誰ですか？あ、でも昨日は仕事が日付超えるまであったのでみんな祝ってくれたんですけど、 LINE でメッセージ一番最初にくれたのはクロミン。クロミンは毎年めっちゃ早い。もう日付変わる瞬間にすっごい連絡くれます。クロミン優しい、いいよね。カトシちゃんはお祝いしてくれましたか？そう、連絡来ましたよ。一緒にご飯食べ行こうって話した。35まで応援しますまああと11年あるからちょっとそれまで頑張ります何なんだろう35まで。ほくろ何色？ピンク。なんかないかな。さすがミンゴ。本当だよね、ミンゴ優しいよね、大好き。めっちゃおもろいんだもん。カマキリの TikTok も見ましたよ。結婚してくださいっていうので無理って断って。無理、ごめんね。水木ママ産んでくれてありがとう。本当にママ産んでくれてありがとう。幸せです、ありがとうママ。明日誕生日です、祝ってください。おめでとう、ハピバ。一日違い、嬉しい。ワンチュウサギいいよね。いいよね。そう、私携帯のさ、なんかいつもさお世話になってるさ美容師さんがワンチュウサギのさシールくれてさ、ほら自分で貼ったんですけど、めっちゃ可愛くない？ワンチュウ、パンチュ、かわいい。おパンチュ。明日予定変更ありましたっけ？あ、明日朝のあの多分入り時間1時間遅くなってますよ。唐揚げ食いて。食べてください。食べてください。今から生まれ変わって瑞希の母になります。私のお母さんより素敵な女性になれるなら。でもきっと難しいでしょうねそろそろ温泉でライブやって。それは温泉の外でやるのか、私たちがこうもうすっぱな感じなのか、まあやる、まあ考えておきます。12月12日誕生日でした。誕生日でした。まあ誕生日です。誕生日ですの方が近いか。おめでとうございます。はい。昨日は誕生日おめでとう。今日だけどありがとう。花火大会行く？行きたい。めっちゃ行きたいんです。
もうすぐさ隅田川もあるしさ、しかもあれゆなちゃんがドラマ出るじゃないですか。あれもすごい楽しみだし、見たい、めっちゃ見たいです。俺って今年で何歳だっけ。3歳だよね。ごめん、他のメンバーに浮気するわ。しろしろ、勝手にしろ、勝手にしとけ、勝手にしとけ。嘘しないで、しないでほしい。私のことだけ見ててほしい。え、何キャラ私って。もう自分が分かんないよ本当に。お風呂入るのめんどい。私があなたの家のお風呂をこう解体しに行ってあげます。うーん、白いんですね私。そうですか、結構行けましたよ。やっぱ夏だしね。うーん、浮気なんてしないよ水木ちゃん一筋。私もあなた一筋。情緒不安定えぐい。そんな割と分かってますね。うーん、眠いよだって。それはもう寝てください、もう寝てください、本当寝てくださいよ。明日仕事前に一緒にサーフィン行かね。え、湘南どこ行く。え、全然車出してくれんだったら全然行く行く。ちょっと乗ったことないけどちょっと頑張ってみる。歯茎本物ですか。え、私歯茎グミでできてると思ってます。チョコレートとかでできてると思ってます。なんでそんな賢いの。親に感謝。嘘、全然賢くないです。あのパッパラパーですいません本当に。餃子余ってるけど食べる。え、食べたい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 。何餃子、普通の。いや私ニラ入ってんの好きなんだよね。餃子食べたい、残しといてください。歯茎セメントで固めてる。だってそうなんですよ、ちょっともろくてもろくて。すごいすごいコメントだな。好きな食べ物なんですか。むずい。でも最近なんだろう、沖縄で食べたホットドッグがめちゃくちゃ美味しくて、キッチンカーでこう来てくださったんですけど、あの結構沖縄だからなんかパンとかしっかりしてる、ちょっとアメリカンな感じなのかなって思ったらめっちゃふわふわ系なのパンが。大きくてチーズソースかかっててめちゃくちゃ美味しかったです。うーん、あー髪の毛ボサボサだね。ほんとごめんね、こんなホゲパーティーで。誕生日パーティーだしさ、アホゲもね一緒に。誕生日11月です、祝ってください、おめでとう。なんかコメントないかな。こうやってコメントだけでどうやって読むんだ。友達になりたい、なろう、一緒に友達になろう、約束。いいな、3万人に威張ってもらえる人生。本当ですよね、本当に感謝だよ、本当にありがとうございます。こんなにもう何のねたわいもない生き方をしている私にこんなに、しかも夜9時っていう皆さん忙しい時間に時間を割いてくださって、見てくださって本当にありがたい。みんな大好き。コメント読め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 ってきてる。読んでるよ。コメント拾われない、拾ってるよ、拾ってる、大丈夫大丈夫。妹になりたかった、なってなってなって。新曲のタイトルと歌詞についてどうぞ。なんかやばい、すごい、いい感じ、頑張ってって感じ、頑張るねって感じ。俺のアイコン山下に似てない。あ、ちょっと似てる。いっぱい拾えた、嬉しい、ありがとう。なんかありがとう、投げキスして。
明日から初めてのバイトで不安すぎるので応援メッセージください。頑張って応援してる、君ならできる。今年の抱負どうぞ。程よく力を抜いて生きる。梅沢キャプテンは元気ですか？梅沢キャプテンはいい人です、とっても好き。わ、勉強しながら見てる、頑張って頑張れ頑張れ、応援してるよ。わ、2日間の公演で4回で見てましたって振ってくれてありがとう。あ、嬉しい。4回までね、ちゃんと見えますよ、ライブとかで。沖縄とかは結構上の方まであったけど、立ち台とかでも行ったし、ちゃんと上の方まで見えてるんで安心してください。夏バテしないで、あなたも。やばい、あと4分しかない、あと4分しかないよ。みんな寝ます、寝て。頭かゆい、剥げるかも、残念だね。研究しながら見てます。研究、何の研究か分かんないけど頑張って。お体にお気をつけて頑張ってください。頑張ります、ありがとうございます。あなたも頑張ってください。芽吹き、ありがとうございます。山下さんになりたい。私にはなれないけど、まあ来世で。うえー、わーってきてる。あー、どうしよう。岩本蓮華ください。いや、それはあげれないだろう。スクショタイム、あ、スクショタイムね、スクショタイム。なに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 、ポーズ、なに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 、やばいやばい、あと3分、あと3分。なになに、どうする、どうする、どうする。スクショタイム。浪人生頑張れ頑張れ。スクショタイムのなんかポーズ。あ、時差がある、時差がある。これチョコラ BB 飲んでます、ありがとう。みんなチョコラ BB で乾杯してくれ。今日の夜はこれからも完璧で究極のアイドルでいてください。います、わかんない、完璧で究極のアイドルになれるように頑張ります。タコ、にゃんにゃんなぎ、にゃんにゃんなぎ、はい、指ハート、はい。あ、みんな早く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 、何時までライブ、あと2分、あと2分、あと2分。12月30分おめでとう。やばいやばい、ポーズポーズポーズ送って、ポーズ送って。出てこない出てこない、あと2分だよ。あ、何もコメントが出てこない。みんなフォローありがとう、フォローありがとう、フォローしましたしか出てこない。わろた、何わろてんねん。キノコポーズ、キノコポーズってなんだ、いいのかそれで。キノコポーズ、何、ガメガメがズッキュン。梅沢みなみポーズ、何何何何、梅沢みなみポーズってむずい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 、急にむずい。あ、もう終わった。逆立ちできる、やめとく。ハート作って、ええ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 え、お一人様天国の好きな振りのポーズ。そうだな、お一人様、ここがポイントだと思う、ここがポイントだと思う。やばい、あと1分、あと1分だよ、あと1分だよ。みんなありがとう、フォローしてくれてありがとう。こちらはそこそ、こちらこそ。やばい、これ10時になった瞬間ピッて切ったらいいの。やばいやばい、どうしようどうしようどうしよう。リンゴポーズ、リンゴ、くまモンポーズ、くまモンポーズ。あやめちゃんください、無理です。ここ心身ともに健やかにお過ごしください。皆さんもありがとうございました、お誕生日ありがとうございました。皆さんとっても楽しかったです。皆さんも幸せに生きてください。なんかフィルターとか、はいはいはい、なんかフィルターとかかけておこう。あ、やばいやばいやばい、なんか違う、なんか違う、間違えた。なんかキラキラ、なんか最後っぽいフィルター。あ、ハートとかね、ハートとか。あ、これいいじゃん、これでみんなありがとう、バイバイ、大好きだよ、じゃあね、今年も24歳もよろしくお願いします、バイバイ。あー、なんか違う、あー、なんか違う、なんか違うけど、はい、ありがとう、バイバイ。おやすみなさい、おやすみ、おやすみ、みんなおやすみ、いっぱい寝てね、バイバイ、はーい。